はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんは、まやかしデッキのギミックの動画見ていただけましたでしょうか。まやかしっていうのはですね、あの階段式にシンクロしていくことで、あの、まあ戦っていくっていうテーマと、あとリンクさんが追加されたので、これかなり強くなってるんですけども、あのね、クソデッキがたくさん作れるんですよこのテーマ。まず一発目クソデッキ紹介していくのは、まあめっちゃ有名ですけど、これ前も動画にしたことあるし、強引に正規を吸うボーンタワー、この、モンスターで相手のデッキを破壊するっていうギミックなんですよね。アンデッド族が、あの、特殊召喚されるとどんどん相手のデッキの上から、あの、カードを墓地に送るっていう効果がありまして、これをまあバンバン発動して相手のデッキをバンバン枯らしていくっていう、まあそういうギミックになってるんですけども、これね、すっげー安定するようになったんですよ。今まではあのこのカードを蘇生するのに、なんか目付きを墓地に送ったりとか、あと、それからなんだ、死者蘇生とか、なんか蘇生系のカードがないと無理だったんですけども、これね、今回ね、あの、この最強の王家妖霊たまやかし語りっていうカード、これを使うことによって、これどういう効果かっていうと、自分が相手のメインフェーズに、自分のフィールドのアンデッド族シンクロモンスター一体対象に、そのモンスター と、同じ属性の、アンデッド族を、除外か墓地から特殊召喚できるっていう効果があるんですよ。これがめちゃくちゃ強くて、これしかもまやかしカードだから、これ回転の方でサーチできるんですけど、これを使うと、あの、確定で墓地に落としたボーンタワーが、あ、雪娘とかで落とすんですけどね、雪娘とかで落としたボーンタワーが、ガシャドクロが出てきた段階で闇なんで、こいつが、出せるようになるんですよ。これすげえ強くて、レベあの、デッキの枚数が40枚とかであれば、あとね、相手のデッキ枯らせます。どんぐらいまでいけんだろうな、多分ね、50枚とかくらいだったらいけんじゃない、多分リンクつなげていけばいけるから、多分60枚どうなんだろう、ちょっと分かんないけど、あの、まあ、初手で死者蘇生とか引いてれば、あの、60枚デッキでももちろん破壊できますし、最大ちょっとどのぐらい破壊できるか分かんないけど、まあ、エクストラデッキっていう枚数の縛りがあるからね、あの、あるんだけど、ただここでボーンタワーを蘇生してれば、もう一回そのリンクさんがいるから、あの、こいつの効果で、あの、除外してシンクロモンスター出してきて、で、またあの階段式シンクロ繰り返していけばいいんで、まあ一旦にね、あの、2回この辺のモンスター出していくことになるんですけど、そうなると相手の、あの、デッキ上からどんどんバンバンバンって破壊できるんですよ。はい、かなりのクソゲーが、展開できますということですね。はい、今回はこのボーンタワー君のパワーを見せていきましょう。ちなみに、相手のデッキの中に石図が入ってたら無理、デュエル3倍言うて3倍コンボなんで、そんな簡単には決まんないんですけどね。あー、決まりましたね。ハンド的には決まりました。これでうらら打ってもらいましょう。うらら打ってもらいましょう。うらら打ってよ。あ、なんかあるね。あ、オッケー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 。よし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 。あ、これ止める必要ないです。これ止める必要ない。もう手札決まってるんで。これでうらら打ってもらって、もう、波順の効果止められないんで、うららでは。まあ、無限法要が一番辛いかな。エフェクトベイラーは大丈夫。で、波順初眼。フォアゾウ。出来からワイガシモンサラス。あ、なんもない。オッケー。勝ち。先行ワンキル決めました。で、まやかし回転を発動。まやかし回転によって、まやかしカード持ってこれるんで、これで、王家妖霊タン、まやかし語りを手札に加えていく。これは、フィールド上の、まやかしの、モンスターと同じ属性のアンデッド族を墓地から出すよっていう効果になってるんですけども、これ、ボーンタワーを墓地を送りまして、で、ここから、シンクロ召喚をつなげていきます。ダッキーっていうモンスターがめちゃくちゃ強くて、で、こいつが、まやかしモンスターがエクストラデッキから出てくると、墓地から蘇ってくるっていう効果を無限に使うことができるんですね。無限回、はい、あの、ターン制限がありません。なので、まあ、とりあえずエクストラデッキの数だけこいつは蘇ってくるっていうことです、基本的には。だから、まあ、無限に特殊召喚が可能なんですけども、これを使って、このギミックを使って何をしたいかっていうところで、まあ、これ有名なギミックではあるんでね、皆さんもちょっとよくご存知な人は多いかなと思うんですが、ちょっとやりますね。まあ、闇属性がちなみに出てくるまではボーンタワーが蘇生できないんで、闇属性が出てくるまで頑張ってシンクロすると。で、闇属性、じゃあドイツがいるのかという話なわけで、まやかしデッキっていうのは。いるんですよ、ちゃんと。今ここまではね、何、あの、闇属性いません。この後です。ダッキー出てきて、9と2でシンクロする場合、まあ、11シンクロが出るんですけども、まあ、ここですね。はい。ここ。これ。これ闇属性なんですよ。はい。で、闇属性 でここにこの効果、ダッキの蘇生効果チェーンして、この最強の、まやかし語りをぶち込むと。そうすると、このガシャドクロと同じ属性のモンスターを自分の墓地から、
特殊召喚できるとアンデッドとかだったらね、これで世界終了モンスターだと。で、世界終了モンスターが出てる場合、アンデッドモンスターが特殊召喚されると相手のデッキからどんどんカードを2枚墓地に送るという効果がありまして、あー、わかんねえな相手のデッキ。とりあえずこれ相手のデッキカンニングできるんでめっちゃ強いですよ。これ相手のデッキをね、強いデッキを知りたい方はこれでデッキ破壊すると全部の内容見えますよ、ハンド以外は。相手のデッキをカラスっていう、これで相手のデッキをカンニングするという動きができます。メインデッキはほぼ割れ、手札以外は。あー、双剣か、最近見なくなりましたね。もうなんか竜炎は制限解除でいいんじゃないかとか言われてます。はい。マジで。であとは、リンク召喚とシンクロ召喚をつなげていくだけでですね、相手のデッキがどん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 2枚ずつ削られていくと。あ、ちなみに死者蘇生とか、があれば、もっと早くあのボーンタワーが出せるんで、あのもっとねデッキ破壊加速はできるんですけども、これはですね、リンク4を先に出しちゃいましょうか。ちょっとこれチェーンうるさいからあんまり好きじゃないんだけど、あのこのリンク4のこの雪女ね、墓地からモンスター特殊召喚されてフィールド上のモンスターの効果を無効にして、なんか攻撃ゼロにするっていう効果あるんですけど、単位制限これもないです。はい、これ使って相手のね、あのモンスター出てきたモンスターを高校マックにしていくっていう動きも一応できるんですけど、そしたらですね、自分の墓地に存在するこの雪女のリンク3のやつの効果、これ除外すると自分の墓地から、知らぬいじゃ間違えた、山まやかしのシンクロモンスター出せるんで、こっからもう一回2周目入ります。おかわりお願いします。これがギミックの全てですね。これでまたあのシンクロ、5からつながって5、7、9、11リンクってなってくんで、ゴミギミック、これに関しては石津ギミックを入れてないてめえが悪い。暴論。石津ギミックを入れてねえてめえが悪い、これに関してはマジで。一応リンクさんにしといて、でバッタキ蘇生しといて、リンクあれか、あのリンク4使う必要なかったな、もういらねえから、ボーンタワー素材にすればよかったわ。まあいいや、関係ねえわ。はいはい、強制効果なんてうるさいですね、ちょっとチェーンが。さあ、デッキのないプレイヤーはドローができなくて、デッキが切れたら敗北するんだよな。国崩しの称号がまたはかどりそうだぜ。あーんと、これいけるな、なんもなければ、まやかし回転、入輪大回転を発動。これにより、イケメン持ってきて、オロマイあるんでいけますね。で、ハジュン持ってくるでしょ。で、蘇生手段は一応あるので、まあ、ハジュン一応打って、で、効果発動する。で、ダッキー、で、オロマイ発動して、全部通りますね。はい、勝ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、雪娘特殊召喚して、これわらし自分の効果になんか打てるのうざいな、うるさい、お前を自分の効果に打つことないんだ、相手の効果にしか打たんこれは。で、まああとは、お察しの通りとなっております。まあとりあえずちょっとあのオーカヨーレタンまやかし語りが打てるところまでいかないといけないので、ちょっと若干めんどくさいですね。石津じゃないことを祈るわ、相手のデッキが。石津だったらね、あのちなみにダッキっていうモンスターがね、石津ギミックでね、バウンスされるんですよ。なので、それをケアするための今回はわらしです。はい。だから一応、石津ギミックであったとしても、今回はデッキ破壊が一応可能ですけど、さすがにムトラとケルド両方は無理。石津ギミック入ってるデッキは大体ね、ムドケルどっちも入ってるパターンが多いので、石津ギミックじゃないことを祈るしか僕にはできません、基本的には。はい。さあ、行け雪女リンクに出して、で、からのダッキー効果発動、オッケー。で、特殊召喚、はい、オッケー。で、ボーンタワーこう猫マネキングだと、誰、何
バカな、俺の最強ギミックがクソ猫一匹で。まあでも一応うららあるからワンチャンか。いやワンチャンあるぞ。うららでこのカードが止まれば。やめろ。だめー。ちょっと墓穴も一応あのわらしでケアできてるからこれ意外といけるぞ。あれこれ枠イーゴ通んなかったらこれあいけんじゃねこれ。ワンチャンじゃね。あーなるほど、スプリカンズキット。あこれわらしで止めれんだこれ。そっか、ボスキャラも回収できるか。いやこれ止めたら赤のラッキー打てないでしょこれ。いやこれある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 、全然ある。なんか抗えるぞこれ。これ抗える。なんか相手の展開これで止まったらなんか猫マネキングとかいう激キモカードでターンスキップされても勝てるみたいな、なんか神の楽園融合も打てないし、赤の楽園めっちゃ落ちてるか。で開幕加えていく。なるほど、開幕は今あんまり関係ないですね。あんま関係ない。で開幕ぶち込む。で赤打ってから赤捨てる。あ赤そんな捨てていいの大丈夫。え赤捨てるってどんなハンドよ。じゃああれか、墓地違うわ、デッキから赤拾ってくんだか俺。あそんなことないか、赤捨ててるもんな。なんか楽園追放か。あ追放ね、はい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 、了解しました。追放がもう拾われて、でバトルでダッキだけ殺される。まあ、ダッキはまあリンクすれば蘇ってくるからあんまり関係ないですね。はい、まだ大丈夫。猫マネキングが入ってるから、もう相手のカードを、うわそんな伏せることある、そんな伏せることある。いやきでもこれまだ参るぞ俺全然。で一応まやかし出して、もうまやかししか入ってないんで、基本的にこのまやかし雪娘の効果で特殊召喚に成功したときに、あてかあのこいつがいる場合なんかもうまやかししか出せないみたいな効果あるんですけど、そんならどうでもいいんですよ。まやかししか どうせ出さないんで、このデッキエクストラデッキなんならまやかししか入ってないんでね。まあ、一応知らないとかの妖刀とかを入れておくと、なんかあの知らない出したらできるんですよね。まあ、一旦雪女作るか。雪娘と雪女で2体で雪女で、まあ、とりあえず出すで雪女効果発動。あしなくてよかったなこれ。いや意味ないなこれ。まあ、もう無効にしても意味ないよこれ。これ発動しなくてよかったな。これちょっとねミスりました。まあいいや。で盾でこれしかもトップなら強くねこれ。次の開始のターンのあれじゃん、リンク4これもう1枚いるな。リンク4もう1枚いるわ。ちょっと待って、これなめプシだわ、ごめん。デッキ赤に全部してたわ。これもう1枚いるな、リンク4。まあでもさすがにバック強いから、これ天狗だね。天狗特殊が成功すると、相手のバック選んで破壊できるんで、で、これ選んで破壊飛ばしますよ、効果。さあ赤か追放か打つんだって、うわ、きめえな、なるほど。ひとしずく、で、これで赤か追放はどっちも打てるようになるのか。OK。で、いいです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 、大丈夫です。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。で天狗は効果無効になりました。で一旦で、あリンク4入ってんのか俺。あれなんで俺さっき出さなかった。一応これ雪女リンク4出して、でダッキー効果発動で自分の墓地から蘇ってくるとフィールドのモンスターの効果をなんか無効にしながら攻撃をゼロにするっていう効果があるんですよ、リンク4は。だからもう無限にね帰ってくるんですけど、ちなみに追放はアルベルを特殊召喚することくらいしか今できないので、多分ね闇属性出したらやばいですよ。闇と光は出さないで、これ属性結構強いぞ、まやかし楽園追放あんま効かないと思う、これ多分。まあ一回シンクロした方が打点出るか。こことここでさあシンクロ召喚現れろ。キツネ出して効果発動。ダッキーは墓地からまさらに蘇るぜ。オッケーで一応フリーチェーンで雪女撃てるんで、リンクさんの墓地はなんで、まあとりあえずこれ闇出しちゃうと世界終わるんで、このままバトルじゃないですかね。
リンクする必要があるか。こっちの方が縦長いな。こことここでリンク、リンク先埋めんのよくなかったな。でここで、ダッキー出てくる。これで打点相当ありますよ。打点相当ある。ここでどん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 リンク数伸ばしていけるんでね。さあもう一発いくぜ。もう一発いく。打点は追求していこう。これがまやかし連続シンクロだよ。ダッキーこのターン何回入れたんだよ。ダッキー過労死すんぞマジで。242929これだけでも勝ってんだよ多分。242929000で、だからあとは相手の伏せに読んだけど、バトルフェーズですね。バトルフェーズ、とりあえずここ打つでしょ。なんか打つよねこれ多分ね。どっかでね、どっかで打つ。いや大丈夫、多分いった。いやこれ追放で出せるモンスターいないもん多分。これ全部今フィールドの属性が水炎なんで、これ出せるモンスター多分いないっす。はい、さあ死ぬぞ。 OK 追放で、追放でまあどうせデスピアージくらいしか出てこない。 OK 大丈夫問題ない。でアルベル特殊召喚成功時効果は一応発動できるが、一応これであれか、無効にできるのか。雪ような効果、アルベルを対象として無効にしていく。でその効果にチェーンしてサーチ入れる。それはもういいよ。で壁にしかなんない、壁にしかならない。オッケーオッケー。で雪ような効果、このカードをゲームから除外し自分の持ちのまやかしシンクロモンスター相対を特殊召喚することができる。行くぜ天狗、行けおらー、行けー。それ何、そのカード何、赤、いや回収してももう出せない、何も出すモンスターはいないはずだ。よーし残念ながら赤を打つタイミングが遅すぎたぜ。